アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家具のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽やり茶です。令和6年6月2日、場所は神戸王子スタジアムにて、 2024X リーグジュニアトーナメント2回戦、ゴールデンファイターズ対磯のスーパースターズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始17時キックオフ予定です。本日この王子スタジアムは先ほどまで春の大祭というべき神戸ボールが開催されておりました。 X リーグ最高峰の覇者でもあります富士通フロンティアーズ対西の雄パナソニックインパルスによる一戦は非常に見応える一戦となりまして、13対3で、パナソニックインパルスが勝利する形で、終える形になっております。その余韻残ります王子スタジアムが本日の会場となっております。両チームそれぞれウォームアップを終えまして、これより試合前の最終確認に入っております。両チームのご紹介をさせていただきたいと思います。まず本日はホームスタンド側、手前側ホームスタンド側に陣取っており、チームユニフォームがあります。グレーのユニフォームをまとっておりますのがゴールデンファイターズ。かつてはアサヒホテックスをスポンサーとしまして X1 でも奮闘しておりましたチームです。現在はノンスポンサーですが、しかし X でその勇姿を見せております。創部は1992年の5月、チームに関わる全ての人たちに勇気と感動を与えられるチームを目指し、構成メンバー皆様に支えられていることを胸に刻み、勝利に勝つという志と最後まで諦めない心で、何より自分に負けない強さを持って真摯にフットボールに取り組む、そのようなチームを作りながら共に成長を目指しております。過去10年間は X2 に在籍しておりまして、一時期不利な時期もありましたが、現在は躍進遂げ、昨シーズンはあわや優勝というところまで入学する素晴らしい対戦いを演じておりました。残念ながら昨季大きなチャンスを逃しまして X2 にとどまる格好にはなっておりますが、今季こそはドットマンという今シーズンゴールデンファイターズであります。対しましてバックスタンド側に陣取りましたのが、本日はアウェーのユニフォームホワイトをまとっております磯のスーパースターズとなります。こちらはかつては、さまざまなチームに分かれておりましたが、2014年にさまざまなチームが結合しまして、磯のスーパースターズとして再編し活躍しております。その再結成しました2年目に一気に X3 を制覇し X2 昇格を成し遂げました。しかし人員的に厳しい状況が続く中、一時期再び X3 に落ちるという状況にありましたが、2022年シーズンに再び全勝優勝を遂げまして X2 昇格、そして昨シーズンはその、最初初年度という形で非常に苦闘しましたが、しかし素晴らしい戦いぶりを演じましたチームでもあります。また春のシーズンは非常に好調なチームでもありまして、この2年間ジュニアトーナメントにおいては常に決勝進出を果たしております。今シーズンこそは優勝を目指さんと、このジュニアトーナメントでもここで一躍その奮起を促そうとしておりますのが磯のスーパースターズとなっています。チームとの試合前の確認を終わりまして、現在その最終段階に入っております。早速チャット欄の方にメッセージありがとうございます。前川様ありがとうございます。先ほど、神戸ボールさんに相席をいただいた方ですね、その説はどうも、ありがとうございました。
そうですね、一般の応援の方というよりはどうしてもそれぞれのチームに思い入れがある方が多数おられます。どうしてもそういった点において、それ以外の方に対する障壁といった形のものが多少ないとも発生してしまうというのが起こっているかもしれません。この点はチーム内、そしてその人たちの思いが様々に錯綜してしまうか、ある意味悲しいズレかもしれませんが、それら様々を踏まえまして、これからもアメリカンフットボールが発展していく一つの兆しとなるようになっていけばと私も切に願っております。まあ、少なくともあの時には前川様にご譲りいただいた席で前川様が、この神戸ボールをご堪能いただけたことが私としては留飲下がっております。その神戸ボールで賑やかにありましたこの王子スタジアム、現在は残念ながら閑散とした空気が徐々に漂っておりますが、しかしスタンド、それでも多くの方々がご来場いただいております。スポンサーがいらっしゃらないいないという状況にありましても、このような形でアメリカンフットボールを応援していただける方がいらっしゃる、アメリカンフットボールに対するその熱情、情熱は多くの方々に伝わっているというふうに感じると私は今思っております。ジュニアトーナメント、トーナメントはいわゆるX リーグの中で言いますと、残念ながら下位に属します X2、X3 のチームが行います春のトーナメントとなっておりますが、しかしこれによりまして得られる称号はやはりかけがえないものなのでしょう。各チーム春とはいえ非常に、白熱した一戦を展開しております。その中において躍進遂げ X2 復活を出したそのスーパースターズは昨シーズンの春非常に好調なチームでした。その意味では春の方がそのチームの力を発揮している特殊なチームなのかもしれません。対しましてゴールデンファイターズはむしろ秋にその勢いを増しまして、昨年優勝しました、初田防災設備ホークワイに引き分けするなど様々な点で善戦をいたしました。ある意味春に強いチームと秋に強いチームの対戦という非常に対照的で興味深い一戦とも言えます。しかし双方とも今季こそは優勝、そして X1 エリア昇格を目指さんという意気込みにありますので、なんとしてもジュニアトーナメントにおいて優勝というその肩書きはいただき欲しいと考えているでしょう。さあ両チームその思いをつなぐことができるのはこの勝者となります。果たしてどちらのチームがこの勝利を手にすることができるでしょうか。まもなく試合開始の時を迎えます。ゴールデンファイターズ王子様、メッセージありがとうございます。そうですね、若干六甲ボルシが強く吹きつけております。しかし先ほど神戸ボールがありました当時ほどは、風がありませんで、どうやら、そういった気圧の変遷が、いささか薄らいだ格好にはなっていると思います。スタンド側はその吹きつける風がありまして、ちょっと風音が、風切り音が入ってしまっておりますが、この点はご了承ください。おそらくフィールド上はさほどそこまで体感的に風があるようには感じないと思います。さあ審判団中央に進み出まして、まもなく試合開始の時を告げます。令和6年6月2日、場所は神戸王子スタジアムで、2024 X リーグジュニアトーナメント2回戦、ゴールデンファイターズ対そのスーパースターズ戦が行われます。試合開始17時キックオフ予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが本日はホームチーム扱いとなっております、グレーのユニフォームをまとったゴールデンファイターズ。奥側に陣取りますのがアウェーユニフォームとなるホワイトをまとっている磯のスーパースターズです。ただいまフィールド上では両
たよ、マジで。バカに。試合前のセルフ、ホントすごい。磯のスーパースターズキックオフ、ゴールデンファイターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式試合となります。本日のゲームは1クォーター12分両チームサイドラインで劇を飛ばしまして、このように試合開始となります。まず試合は磯のスーパースターズのキックオフで開始となります。キックオフをいたしますのは磯のスーパースターズ43番西脇、岐阜大学出身のプレイヤーが務めます。対しましてゴールデンファイターズはリターナーに、10番でしょうか、10番を配置した模様です。イエローフラッグ、反則が発生した模様です。キックオフのボールが外へ出ました。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進した時点の攻撃を得るか、あるいは30ヤードペナルティで自陣35ヤードからの攻撃権か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すかのいずれかを選択できます。ゴールデンファイターズは5ヤード下げて再度キックオフをする選択をいたしました。従いまして磯のスーパースターズ5ヤード下がり自陣30ヤードからのキックオフに変わります。サイドライン終わりましたので反則となります。5ヤードのペナルティ、磯のスーパースターズ5ヤード下がってキックオフをやり直します。さあ今度はどこに蹴り込むでしょうか。中央に蹴った、ゴールデンファイターズリターンに入ります。さあリターナー、そこから中央を割りって割りながら右オープン展開、リターナー0番自陣40ヤード付近を終えまして、この位置からゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズリターナーは0番の本田でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはゴールデンファイターズ自陣42ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、まずはランニングバックにピッチしまして左オープンを使わせました。これを受けました83番は左オープン展開しまして、約7ヤードゲインとしています。まず最初のランプで決めましたのは83番のキッカーでした。ゴールデンファイターズセカンドダウン3、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は3ヤード。ファースト今度はハンドオフでランニングバックに託しました。ボールを持ち出したランニングバック、右オフタックル付近を突破し1番、攻撃権更新を果たしました。ゴールデンファイターズファースト、見事攻撃権更新を果たしました。ランニングバック1番は柴田、素晴らしいラン攻撃によってまずゴールデンファイターズ陣地を押し上げております。ボールオン、相手陣に入りましての43ヤードからのゴールデンファイターズファースト打って、
スティーブンス。ここでゴールデンファイターズはハンドオフオプション、今度はハンドオフをするか、クォーターバックがキープするかの選択で、 QB はキープを選択しましたが、これを磯の素晴らしいディフェンス陣が対応、クォーターバックを追い詰めまして1ヤードロスに変えております。アメリカンフットボールは全身をゲイン、交代をロスと表現します。倒れたところまでが攻撃、1回となるため1ヤード交代し、ゴールデンファイターズセカンドダウンイレブンとなります。さあ下がりましたが、ゴールデンファイターズ次のランプレーでしょうか。さあトランプ発生、ターンオーバー、攻守交代となりました。ここでやはりランプレーを展開しようとしましたゴールデンファイターズ、しかしランニングバックのハンドオフでボールをファン、そのファンブルしたボールを磯のスーパースターズ76番を抑えまして、攻守交代となりました。ターンオーバー、攻撃権変わりまして磯のスーパースターズに変わります。見事このチャンスを生かしましたのは磯のスーパースターズ76番の岡野でした。中京大学出身岡野は昨シーズン初打防災設備ホークアイに在籍しておりました。さあ攻撃を終えました磯のスーパースターズ相手陣、49ヤードからのファーストアンテン、ゴールデンファイターズナイスです。ここでまず磯野はランプレーを展開しようとしました。しかしここにゴールデンファイターズ25番が猛チャージ、ランプレーを右に展開する前に4ヤードロスに変えました。見事なロスタックルを奪いましたのはゴールデンファイターズ25番の国木、素晴らしいロスタックルでした。失礼しました、ロスヤードは3ヤードに訂正します。さあ下がりましたが磯の攻撃継続です。磯のセカンドダウン13の状況、ボールオンは自陣47ヤード。さあこれもランプレーで突破かかりますが、これもゴールデンファイターズ対応します。ラニバック22番にハンドオフしまして左オープン展開しようとしましたが、これをそのスーパースターズ31番が対応しまして、ゲインは1ヤードに留めております。タックルしましたのはゴールデンファイターズ31番のクモン、学生時代アメリカンフットボール未経験ながら X2 で活躍しております。さあ、いつのスーパースターズサダン12ヤード突破になるでしょうか。パス成功、クォーターバックならん、左に展開していた86番にパス、86番これをキャッチし攻撃権更新図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。キャッチしましたが、そのスーパースターズ86番のカンナ、姫路工業大学出身のプレイヤーです。さあ残り距離2ヤードから3ヤードという状況ですが、磯のスーパースターズフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキックによって陣地挽回を図ります。このパントはリターンできない高さに蹴り込み、転がりましたボールはゴールデンファイターズ陣7ヤードから8ヤード付近でボールデッドとなって、このうちで攻守交代となります。そのスーパースターズファンブルをリカバーし得点機を得んというところでしたが、しかしゴールデンファイターズこれを踏みとどめました。しかしゴールデンファイターズ取り返しましたが、自陣深い位置からの攻撃と変わります。さあしかしゴールデンファイターズ2回目の攻撃シリーズに入ります。この位置から先ほどの状況を打開しまして、得点を狙うことができるでしょうか。ゴールデンファイターズ自陣9ヤードからのファーストダウン10。パス不成功、ここでゴールデンファイターズはパスプレーを展開しました。アメリカンフットボールは攻撃チーム、プレーの開始点から後方より一度だけ前にパスを投げることができます。この点に使い一気に前進を図りましたが、しかしレシーバーとのタイミングが合わずパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、攻撃権を一つ失います。従いましてゴールデンファイターズ自陣9ヤードからセカンドダウン点で試合が継続となります。
ゴールデンファイターズセカンドダウンテン。ナイスディフェンス。今度はゴールデンファイターズクォーターバック7番左のオープンにランを展開しようとしましたが、これをそのスーパーサーズ43番見事なチャージかけまして、このラン阻止しております。ゴールデンファイターズサードに変わります。3ヤード後ろへ下げております。3ヤードロスに変えました。素晴らしいタックルしましたのはそのスーパーサーズ43番の西脇です。さあゴールデンファイターズサードダウン13の状況を突破なるでしょうか。ここでゴールデンファイターズにトラブル発生。センターからのスナップが大きくされました。クォーターバックなんとかそれをリカバーしプレーを展開しようとしましたが、結果的にこれを確保できずエンドゾーンの後方にボールをそらしました。これによりまして、自殺点セーフティーとなります。セーフティーとなりまして、そのスーパースターズに2点が入りまして、そのスーパースターズ2点、ゴールデンファイターズ0点となりました。非常に特殊な形ですが、しかしそのスーパースターズが先制する形に成功しております。そしてセーフティーの場合にはディフェンス側の得点、オフェンスの自殺点ということで、オフェンスがキックオフする形、オフェンスだったチームがキックオフする形になります。自陣20ヤードからゴールデンファイターズのキックオフという形で試合が再開となります。必然的に次の攻撃権は本来とは異なり、そのスーパースターズが得やすい状況になります。さあ厳しい状況下のスタートになりますが、ゴールデンファイターズこのキックオフでその状況を打開図ることができるでしょうか。逆に磯野は一気に畳み込みにかかるでしょうか。さあ磯野ターンに入ります。ただ右サイドラインには駆け上がりまして、タックルを受けながら84番自陣35ヤード付近を確保し、この位置から磯野スーパースターズの攻撃と変えます。磯野スーパースターズリターナーは84番の五十嵐でした。東北大学出身。さあセーフティーによって先制しました磯野スーパースターズは今度はオフェンスで得点されるのに狙うという状況にあります。ボールオン自陣38ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。中央へのプレー、ナイスラン。ラニバック32番、ハンドを捕獲されまして、中央突破。相手のディフェンスのスクラスを受ける約7ヤードから7ヤードのゲインと変えています。まず最初のダンプレーを決めましたのは、そのスーパースターズ32番の中川、金沢大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズセカンドダウン3。ボールオンは自陣45ヤード。ナイスディフェンス。今度はハンドオプションで QB18 番キープを展開しようとしましたが、ここでゴールデンファイターズディフェンス陣が殺到。最終的に58番が仕留めノーゲインに変えています。見事な対応を指揮しましたのはゴールデンファイターズ58番の58番の西谷でした。さあ磯野スーパースターズサードダウン3、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離3ヤード。この3ヤードの攻防を注目しましょう。パス不成功。ここでパスによる突破を図りました。クォーターバック18番右に展開した84番にパスを投じましたが、ここはゴールデンファイターズディフェンス陣カバーよくパス不成功に変えています。磯野スーパースターズフォースダウンに変わります。
磯野スーパースターズフォースダウンスリーパントフォーメーションを取ります。このパントは若干シャンクしましたが、ゴールデンファイターズのボンディアラ付近が外へ出まして、この位置で攻守交代と変わります。ゴールデンファイターズ厳しい状況でしたが、この攻撃シリーズはしのぎまして攻撃を取り返す形に成功しています。今度は陣地もかなり良く、自陣41ヤード付近からの攻撃に入ります。失礼しました。ボールの位置訂正になります。自陣39ヤードからの攻撃に変わります。さあ3回目の攻撃シリーズに入ります。ゴールデンファイターズ今度はどのように展開するでしょうか。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ中央でのプレー、ここはまず同じく好調なランプレーから展開していく模様です。何枠に託しまして中央突破を図らせました。ゲインは約2ヤードほど獲得しています。ゲインは3ヤード、失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。ゴールデンファイターズセカンドダウン、ゴールデンファイターズセカンドダウン7。2回目の攻撃に入ります。ここで磯野ディフェンス陣が猛攻、再びランプへ展開しようとしましたが、ここで磯野スーパースターズディフェンス陣殺到し、最終70人ランに仕留めまして、このラン阻止して3ヤード押し返しております。そのスーパースターズタックルしましたが、72番の山口でした。岐阜大学出身ゴールデンファイターズサダンテ、さあ抜けた、前が空いている、振り切るか追いつくか、タッチ、オプションプレーからクォーターバックキープ、そこから中央一気に木崎独走、クォーターバック7番一気にそのまま相手のディフェンスを引きずりながらエンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。ゴールデンファイターズ見事なラン攻撃によってタッチダウンを上げまして6点を取り、逆転する形に成功しています。そしてトライ4ポイントに入ります。タッチダウンの後のワンプレーです。キックフォーメーションを取っています。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜退という形になりまして、トライ4ポイントやり直しとなります。従いましてゴールデンファイターズ5ヤード下がりましてトライ4ポイントに入ります。ゴールデンファイターズ7点、磯野スーパースターズ2点となりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点が最初にありました自殺点の2点セーフティーです。
この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになり、この足し算によって構成され、その得点差による駆け引きが勝敗を決します。そして得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。通常の場合アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっております。さあ磯野リターンに入った、ナイスタックル。しようとしたところゴールデンファイターズカバー陣素晴らしいタックルをしまして、この磯野のリターンを磯野陣20ヤード付近でとどめました。しかしこの位置から磯野スーパースターズの攻撃に変わります。現在得点マーカーゴールデンファイターズ6点となっておりますが、レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、ただいま得点が出場です。先ほどのゴールデンファイターズのキックは成功しています。得点が出場しています。現在フィールド上の得点は6対2となっておりますが、正式な得点は7対2となっております。画面上の表記はそちらにのっとって表示させていただきます。さあ試合再開となります。磯野スーパースターズ自陣22ヤードからの攻撃ですが、ここで審判団ホイッスルが吹かれております。フィードのスコアボードおよびブロック表示に誤差が生じておりますので、その調整に入る模様です。現在の得点は7対2となっております。現在の得点は7対2です。そのスーパーサーズファーストアテン、さあまずはその状況を落ち着かせるためでしょうか。まず重要なランプレーから入りました。何枠24番密集点突入しまして、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。キャリアとなりましたがスーパーサーズ24番の長谷川、名古屋商科大学出身のプレイヤーです。磯野スーパーサーズセカンドダウン8。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。パスは成功しております。しかしパルマが反則だった。さあこの反則は果たしてどちらのチームか。オフェン磯野スーパースター66番スナップ線から反対球であるなの正確になっております。オフェンスのペナルティーです。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。はい、10ヤードのバッタイを受けましてセカンドダウンのやり直しとなります。10ヤード下がってセカンドダウンをやり直します。従いまして反則発生地点から10ヤード下がりましてセカンドダウン16の状況で試合再開です。磯野スーパースターズセカンドダウン、磯野スーパースターズセカンドダウン16。7ヤード、パス成功。
ウォーターバック7番、ここで中央に切れ込んだワイドレシーバー11番にいます。11番ディフェンスのカバーありながらこれを見事にジャンピングキャッチしまして約10ヤードのゲインを果たしております。見事なキャッチを決めましたのはそのスーパースターズ11番の松永、四日市大学出身。そのスーパースターズサダン7ファースト厳しい距離でしたがここでランプレーを投入。そこでランニングバック25番見事に中央を切り込みまして攻撃権5進です。そのスーパーサーズファースト見事なランで攻撃権5進を出しました。ライソンスーパーサーズ25番の宮部北海道大学出身。さあ厳しい状況になったりそのしかしそれを突破しまして攻撃権継続を果たしております。ボールオンマジジン36ヤードから失礼しました37ヤードから磯のスーパーサーズファースト。ここでホイッスルです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてゴールデンファイターズ7点磯のスーパースターズ2点攻守高校入れ替え第2クォーターに移ります。